3時のドリル。時刻は3時を回りました。さあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞運動部専任部長、寺田拓磨さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりでございますね。ご無沙汰しておりました。ちょっと寺田さん、僕心配したんですよ、寺田さんのこと、ええ、何かっていうのも、もうスポーツの渋滞がひどすぎて、うん、そうですね、本当にすごくないですか。ええ、まあ、バスケットからね、明日からラグビーも始まりました。今日からラグビーですよ。ええ、アジア大会、アジア大会どうするんですか。運動部大忙しですね、今年ね。本当ですよ、あとはね、あの藤枝が勝ってくれれば、 J リーグもね、藤枝が勝ってくれればというところですね。いろいろ課題はありますけれども、はい、では早速今日取り上げる静岡トピックス、こちらです。先月下旬にブダペストで行われた陸上世界選手権の男子35キロ競歩で、御殿場南高校出身の川野将虎選手が2時間25分12秒で銅メダルに輝きました。準優勝した去年に続く2大会連続メダルとなりました。男子20キロ競歩でも日本勢に期待がかかりましたが、3大会ぶりにこの種目でメダルなしに終わりました。というわけで、はい、セリック、競歩ですね、なんかおっしゃったようにね、いろんなその後もスポーツあったんで、ちょっと遠い記憶になっちゃってるかもしれないんですけど、そうですね。先月下旬にね、これも大変盛り上がって世界陸上、はいはい、だったんですが、まあ、これ競歩ですね。競歩、あの実はです、静岡最大変競歩王国なんです。出た、出ましたね。のっけからですけれども、のっけからいきなり、競歩王国。川野選手ね、もちろんこの銅メダル取って素晴らしいんですが、はい、20キロの方で、それで残念ながら今回メダル取れなかったんですけども、浜松日体校出身の池田光希選手、はい、まあ、前回2位だったんですよ、うんうん、まあ、今回残念ながら15位、それから3連覇を狙った豊田西、静岡西豊田省出身の山西俊和選手が、はい、まあ3ね、連覇したんですけども、まあ、今回残念ながら24位と、ことだったんですが、はい、まさに、ね、東京オリンピック、まあ、これもすごい遠い記憶のようですけども、東京オリンピックでは20キロ競歩で池田選手が銀で、山西選手が銅メダル、あ、そうだったのか。そうそう、ケンゼ2人が、ね、メダル取ったんですよ。ああ、なんとなく、うん、でこの、そうなんですよ、五輪のこの種目で日本勢初めての表彰台っていう快挙だったんですよね。はいはい、それで取り上げられてましたよね。うん、そうなんですよ、でまあね、その来年のパリに向けて、まあ、今年の世界選手権ってことだったんですけども、はい、まさにこの3人が今日本の競歩界を牽引してるんですね。でしかもですね、池田選手と川野選手って同級生なんですよ。あ、そうなんです。今いくつ、だから25か、はいはいはい、歳だと思うんですけども、であの同学年なんですね、同級生で、あの、まあ、それぞれ御殿場と浜松ってことで、場所はちょっと違ったんですけども、で東洋大学に一緒に進学しまして、4年間一緒に過ごしてるんですね。あ、じゃあもう本当にライバル、うん、そうなんですよ。あの寮でも同じ部屋だったっていうことなんですけども、ただ経歴対照的で、川野選手は高校時代から活躍したエリートだったんですね、はい、で池田選手は無名でマネージャー兼任だったらいいよって言って入部してるんですよ。へえ。でもその池田選手がオリンピックで銀メダル、それでオリンピックで銀取ってるんですか。そうなんですよ、まさにこう切磋琢磨しながら、まあ、この間のセリクではね、川野選手はそこでメダル取りましたけど、はい、この2人のライバル物語、これパリにどうつながっていくのか楽しみなとこなんですよね。楽しみ、今の話だけでも、はい、なんですが、まあ、ね、まあ、30ドリル的に、じゃあそもそも競歩ってどんな競技なのっていう話をちょっとしたいなと今日思うんですけども、まあ、寺田さん、まあ、そもそもまず球技出身の僕で、しかも競歩、歩きじゃないですか、あんまり注目して見てなかったですね。そうですよね、なんか楽そうとか地味だよねみたいな、そんなイメージで皆さん持たれる方多いんじゃないかなと思うんですけどね、はい、まあ、でそれ競歩そもそもルーツなんですけども、はい、これ定かじゃないんですが、ローマ時代にあった軍事訓練だったとかですね、英国貴族の散歩だったとか言われてて、まあ、ただはっきりはしないんですよね、でも実はですね、最も過酷な陸上競技って言われるんですよ。最も過酷な陸上競技へっていうのはですね、その危険率が 40% ぐらいあるんですね、参加選手の危険率。そうなんですよ。え、で早く進みたいのに走ってはダメ、体力はもちろんなんですけども、精神力も試されるんですね。
そうですよね、うん、早く走って、はい、行きたいのに走っちゃダメ、歩かなきゃいけないですもんね、うん、結構ねレース心理戦も展開されるんですよ。へえ、でなおかつですね、競歩っていうのは陸上で唯一の判定種目なんですね。判定種目、うん、反則が2つあるんですよ、はい、2つあります。1つはロスオブコンタクト、はい、っていうのとベントニーってなんですけど、まあ、ちょっと英語分かりづらいんですが、はい、ロスオブコンタクトっていうのは、うん、競技中常にどちらかの足を地面につけていなければならないと。うんうんうん、両方離れちゃいけないですね。です宙に浮いちゃいけないわけだ。そうなんです、はい、要するに両足が離れるとそれ走ったってことになされちゃうんですね、ええ、でもう一つベントニーっていうのは、はい、前足が地面につくとき伸びてない、膝が伸びてなきゃいけないっていう。あでも確かに結構伸ばしてますもんね、うん、まあ、でも今日皆さんちょっとこの歩いて今いただけると分かると思うんですけど、まあ何ていうか普通歩くとそうはなるんですよ、膝、うん、まあ、平らなところですよ、坂道じゃなければ膝曲げて歩くって歩きづらいですけどね、実は。ああそっかそっか、うん、まあ、でまあなんですが、まあ、前回陸上玩具だっていう話を以前にしたことあるんですけども、はい、その時に走る時に使う力って何だったかって覚えてます？あれなんで下に押す力、そう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 、ですよね、地面に下に押す力で跳ねる、この今ボールペン落としましたけど、うん、跳ね返る、こう地面の反発力を使うって話しましたよね。はい、はい、ええ、はい、ですよね。でもこれが地面でしっかり、足を地面をしっかり押して、うん、得たその反力を使って、それを回転させて前に進むと、うんうん、こういうようなことを推進力を生み出すっていうことを言ったんですけども、はい、走っちゃダメってことは今日はこの地面からの反力使えないんですよ。そうか、まあ、簡単に言うと地面を蹴っちゃダメなんですよね。いやむずこれじゃあ危険率 40% ってことは、うん、プロでも走っちゃったりとか、うん、途中であんたダメですって反則食らって、うん、そうなんですよってことがあるわけですか。はい、まあ、こうイエローカードとか出てきまして一発ってことない、まあ、もう一発レッドってこともあるんですけども、そういうことで重ね反則を重ねると危険、要するに、まあ、失格になってしまうんですね。すごい難しい競技なんですね。そうなんですよ、結構そういう技術がいるんですよ。へえ、それは知らなかった、でまあ、その腰を、ね、こう左右にくねくね動かすような動き、うんうん、恐怖見たことある方は思い出すと思いますけど、はい、頭の高さを変えないんですよね。頭の高さを変えない、はいはい、あ、こうな上下しない、上下するってことは結局どっちかの足が離れてしまったりとか、あ、そうかなってしまうので、でその池田選手、はい、まあ、彼のフォームはです、ね、本当に綺麗で、うん、まさに地面を滑るような感じで進むんですね。あ、マイケル・ジャクソンみたいなそうです、ね、あれは逆言っちゃってますけどで本当に地面なのか、要するに氷の上のような感じでスーッと進む、本当に綺麗なフォームなんですよ、まあ、これでそうって世界で活躍したんですけどね。うーん、で東京オリンピックの会場って札幌だったんじゃないですか、競歩の、はいはいはい、まあ、この間私もその札幌に水泳のインターハイの取材で行ってきたんですけど、まあ、ちょっと余談なんですけどね、すごい札幌って大勢の人歩いてるんですよ、うんうん、街中を、はい、で地下鉄もあったり路面電車バスもあるんですけど、うん、まあ、平坦でこう5番目に街が整備されてるんで、うん、すごく歩きやすいんですよね。あ、そうなんですね、うん、で高官庁街から、まあ、歓楽街すすきのまで、うん、街がつながっていて、うんうんうん、本当平らなので、あ、まさに競歩にあれぴったりというか、あ、そうなんですね、まあ、そう、今日の会場ね、大通公園のところをこう周回するようなコースだったんですけど、東京も意外と坂が多かったりしますもんね、うん、そうですよね、なんとか坂とかっていっぱいね、作りますけども、そっかそっか、じゃあ札幌ぴったりだったわけですね、うん、だから今でその歩型がフォームが大事になるので、ちょっとした坂でも影響が出ちゃうんですよね、うんうんうん、やっぱ平らなところは望ましいんですよね。なるほど、で今申し上げましたコースって1から2キロの周回コースなんですよ。あ、そうか、これなんで周回コースになるのかってわかります？だからできるだけこうなんていうの、さっきおっしゃった通り坂とか段差がないようなコースにしたいから、うんうんうん、そういったコースをあんまりこう同じようなコースにするってこと、うん、じゃなくて、もちろんそれもあるんですよ、もちろんそれもあるんですけど、要するに歩型を見る審判員がいるんですよ、こう審判員を配置するから、はい、あーそっか、審判員がその多いと、あ、距離が長いと大変ですよね、はい、大勢の審判員を配置しなきゃいけないんですけど、はい、だから審判員は動かずにそこで見ていて周回するので、うん、同じ場所で見てられるんですね。うーん、でまあ、インターハイだと、はい、まあ、高校生だとね、まあ、5000メートルでトラックでやるんですけども、これ1位の子がゴールするじゃないですか、はい、慌ててその取材に行ってるのはちょっといけないんですよ。1位ゴールした子を取材って何ですか、うんうんうん、1位でゴールした子わーって喜べないんですよ。え、ゴールした後にですね失格になっちゃうこともある。あ、そうなんだ、うん、実はさっき飛んでましたよ、はい、
っていうこともあるんですよね。難しいっすね。でも面白い。面白いんですよ、じゃあ日本がなぜ強くなったのかっていうことなんですけども、これど何があったと思いますか。日本がでももともと日本は、なんかナンバー歩きとかあるじゃないですか、腰を落として歩くこととか得意だったからそうですね。日本人の特性もあったと思うんですけど、実はですね最強の審判を育てたからなんですよ。審判、これですね、サッカーの話とかちょっと話もしましたよね。格言で強豪国にはいいレフェリーがいるって話しました。要するに公正な判定で試合をコントロールしてくれる審判がいてこそ選手は安心してプレーして自分の技を磨くことができる、どの競技でも審判員って大事なんですけども、競歩においても大事で、これパリショックって言われてるんですけども、2003年の世界選手権で日本選手5人出場したんですけど、3人失格しちゃったんですよ。うわ、要するに国内では歩型違反、今言った反則にならないんですけど、海外では違っていて国際基準とずれてたんですね。より厳しい基準になったんですよ、国際は。そこからまず審判を強化しなきゃ、要するに判定の精度を上げて、最新の情報収集も行って美しい歩型で強い選手を育てる、これで日本強くなったんですよ。いやそれはやっぱ審判強くした方が強くなるっていう、分かりますね、理由が。はい、でね、でも世界選手権、要するに川野選手はそういうことで銅メダル取りましたけども、池田選手、それから山西選手、今まで活躍してできてた選手が惨敗してしまった、これ気になってですね、それは気になる記事を見つけたんですよ。何ですか。そうですね、厚底シューズが競歩界にも、導入の海外勢躍進っていう記事があったんですよ。厚底シューズ、やっぱりマラソン、駅伝でおなじみになりましたけど、そうですよね。厚底シューズの話も前にしたことあると思うんですけど、あえて要するに反発力を得られるわけじゃないですか。でも説明したように競歩はルール上地面からの反力を使えないはずですよね、だから陸上界では厚底シューズがこう接近してるんですけども、競歩界ではずっと厚底シューズって反則取りやすいが不向きだって言われてきたんですよ、でそれが今回のセリクで池田選手とか厚底が履かない日本勢が惨敗して、で男女とも20キロ50キロあ35キロですね、2冠に輝いたスペイン勢とか、海外勢の多くは厚底シューズ履いてたんですよ。へえ、やっぱ厚底の方がいいんだ。でこれがなんでかって話なんですけど、靴だけ変えてもダメなんですよね、いうその靴底に厚底に合わせた歩き方、要するに厚底を生み出す反発力をどう推進力に変えるのか、これまさに科学なんですけど、この部分ってまだ日本ってちょっと研究ができてない。海外勢は、要するに日本ってずっと強かったじゃないですか、成績が出ていたから厚底履かなくても勝てるよ、で日本に勝つためにはって海外で研究してきたんですよ、やっぱそういういろんなそういうスポーツってそうなんですけど、オリンピックってタイミングで大きくそうって進歩するんですよ、契機になるんですよ、海外勢はパリに向けてこれ厚底を競歩に取り入れてきた、取り入れるためにそのトレーニングであったりとか歩型であったりとか、どこの筋力を鍛えたらいいかってこうやってきてるんですよね。それが今回世界陸上で見れたってことですね。見れたんですよ。だこれから日本陸上の幹部が言ってるんですけど、歩き方の根底からリセットしないとダメって言ってるんですが、歩き方の根底、パリまであと1年、いやだってもしかしたらそのフォームまで変わっちゃう可能性はありますからね。そうなんですよ。要するに体のどこを鍛えるか、どの筋肉をつけるかっていうところが違ってくると思うんで、どうするのか、ここで方針転換するリスクもあるんですよね。今日本競歩会すごく今悩んでるというか、戸惑っている、どうしようかっていうところなんですよ。でもある意味この世界陸上で気づけた部分でもありますから、今の話って、1年かけてどういうふうに対応するのか、これすごく注目が楽しみ集まるんですよ。いや競歩面白いですね。面白いでしょ。でもう一つですね、でパリ五輪って、じゃあそのさっき言った世界陸上って20キロと35キロあったんですけど、35キロはなくなっちゃうんですよ、20キロだけになるんですね、その20キロに競合が集まるんですよ。そうしたらその35キロで50キロとかで実績を残してた川野選手も、この間ね、セリフでそういうことで3位になった、銅メダルを取ったんですが、パリ五輪に出るのは20キロに挑まないといけないんです。なるほど。一応20キロは池田選手の方が得意な距離であって、こっからの代表争い、これもすごく激しいんです、ね。ああ、そういうことですね。20キロにみんな合わせてくるわけですね。これもね、楽しみですね。どうなっていくのか。なるほど、ちょっと楽しみですね、パリオリンピック、こう目線で見るとね。でもう一点で競歩の注目なんですけど、パリオリンピックの、そういうことで距離はすごい20キロだけになってしまうんですけども、新種目があるんですね、これはですね、競歩男女混合リレーって行われるんです。おちょっと面白そう。うちでも出ませんか。これね、五輪憲章のことも以前に話したことあるんですけど、より速く、より高く、より強く、
より共に、そう、うん、それはより共に加わったって言ったお話をしましたよね、はい、まさにこれなんですね、男女混合リレーっていうのは、うん、でマラソンの距離を男女2人ずつ約10キロぐらいつないでいくんですよ、うん、だこれもどんなドラマが生まれるのか、これも注目していただけたらと思います。今日帰り雨降ってなかったら皆さん競歩に帰る人もいるかもしれないパリを目指して、パリを目指して、はい、というわけで競歩について今日は伺いました。寺田さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日は静岡新聞運動部専任部長寺田拓磨さんでした。そして今回のこの内容を聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回を含めて今までのアーカイブが入っております。ちょっとした隙間時間に聞いて少しだけ静岡ニュースに詳しくなりましょう。番組 SNS にリンク先を貼ってありますのでチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。